日本政府外国人の土地売買規制を検討自民党の長尾隆議員によりますと日本政府が来年にも外国人による土地の売買を規制しようと検討していることが明らかになりました長尾議員のブログによりますと日本はガツ協定サービスの貿易に関する一般協定において 外国人による土地・取引を制限なしで署名をしてしまったと、この署名を行った結果、これから条約を改正するとなると、膨大な作業が必要となり、さらに条約を無視して国内法を整備しても、 国際司法裁判所などで勝てない可能性があるため、これまで日本政府は土地の取引を規制できていなかったと、さらに、ガッツ協定にも安全保障上の例外規定があり、外国人が土地を所有した場合、安全保障上の危険があると判断をすれば、土地の取引に制限を かけることが可能となっているんですが、各省庁がその判断の責任を取ろうとせず、これまでガツ協定の安全保障上の例外規定が発動されたことがなかったと。そのような中で、現在、日本の NSS 国家安全保障局の中に、経済班を 設置する動きがあり、これがアメリカでいう対米外交投資委員会、シフィウスの役割を果たすとされております。この経済班には、各省庁から審議官三時間クラスの数名の体制で精を集め、新たな部署を創設し、土地や水源の取引に関わる 安全保障上の審査などを取り扱い、安全保障上の問題であると判断する責務を負うとされておりまして、この仕組みが確立いたしますと、現在、日本国内で問題となっている中国や韓国などによる土地の売買、土地の取引を規制することができるようになります。 日本政府には早急に体制を確立していただき、現在日本の脅威となっている外国人による土地の売買を早急に規制していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。